唐突ですが、視聴者の皆さんにお知らせです。今年4月に発売しましたプレミアム品川区内共通商品券の有効期限8月31日が迫ってまいりました。さてそこで本日は我らが三之助とともにプレミアム商品券を使ってショッピングを楽しみたいと思います。こちらがプレミアム商品券でございます。1万円でもって1万1000円分の買い物ができるという商品券ですから、つまり、1000円お得 10% お得ということなんですけどね。今日は私これを使って買い物をしていいというそういうこと言われまして、これは大変にビッグな企画だなと思いますね。この番組やっててつくづく良かったとそう思う瞬間なんでございますけれども、今日はどこへ行こうかってそう思うんですけどね。これ何しろ品川区っての107も商店街があるもんですから、何ですかこれはい、回す。はそうですか、はい何ですかこれ。旗の台って書いてあります。これ旗の台行けってことなんですかこれ。ではいこれ何かぶる。そうじゃない。エコバッグ、これを持って買い物に行けということですね。喋んないんですね特にね。はい、じゃあ早速旗の台へ出かけてみようと思います。プレミアムがついてもつかなくても品川区内共通商品券はおよそ2200店舗でご利用いただけます。さてどのお店から行きますか。こちらは八百屋さんですけれども、ご覧ください。あそこに共通商品券還元の店と書いてありますんで、プレミアム商品券使えると思いますんでね、こちら入ってみましょうか。何か今日おすすめのものはありますか。そうですね、今旬のものと言いますと、トウモロコシ、そうですね、これから枝豆ですね。枝豆、ビールにいいな。皮なんかね、全部剥いてもらってですね。あらら、キューッと剥いてましてですね。で、水なんかでね、普通の水こう浸してもらって、で塩でまぶしてもらって、これで電子レンジでたったの4分。茹でなくていいんですか。全く茹でなくていい。私ね、この熱々のこのあちゃあちゃあちゃって言いながらね食べるのね大好きなんですよ。じゃあこれ一つぜひいただきましょう。だからやっぱり枝豆はね、そうですね、これはビールのお供ですね。いいですよね。これお年寄りとか小さいお子さん大変多いんでね、奉仕を先に利を後にというのが先代の社長のからの言い伝えということですね。それをポリシーモットにして、じゃあそれを守っていらっしゃると、努力してやっております。結構なお店でございました、じゃあ早速このチケットを使ってねお買い物をしますんで、これお願いします。ありがとうございます。安くて新鮮と評判のカットフルーツと合わせて商品券2枚使いました。続いてお隣のお惣菜屋さんへと参りましょう。ここキッチン小林は日替わりで毎日およそ60種類のお惣菜を揃えています。旬の材料をより美味しく召し上がっていただくために全て手作りにこだわっているそうですよ。今日の目玉商品といいますか、今日はこの山うどですね。これ、山形の鳥海山のところで採れた山うどです。うどは結構こうなんていうんですか、食感がね、ちょっと味見てみますか。いいですか。なんか今催促したっぽいですけど。ありがとうございます。じゃあいただきます。シャキシャキして本当に香りがねやっぱりね。これ今朝作ったんですか。そうですね。それでね作りたてのこの味ってのはまたね何とも言えませんが、いやあんまりたくさんあって思わず目移りしちゃいますね。特売のコロッケに目をつけたようですよ。はい、こちらが180円。はい、965円になります。じゃあこの500円を2枚でいいですかね。こちらお釣りになります。ありがとうございますね。お釣りまでちゃんといただけるってのも嬉しいですね。なんだ三之助はさっきから食い物ばっかり買ってるじゃないかとお思いでしょうけれども、ご安心ください。私三之助は花も愛する男でございます。区民の皆さんが選ぶマイスター店フラワーショップ K。 店内は毎日市場で仕入れるお花でいっぱい。三之助さんは香りの良い花でアレンジメントを作ってもらうことにしました。今は季節的にちょうどね、芍薬っていう季節があって、香りがいいのと華やかさ、歩く姿はよく言いますね。立てば芍薬、座ればボタン。香りがものすごいね。なんか爽やかな香りがしますね。こんなのがこう持ってあると部屋の中がまたボリュームもあって、なんか豪華な感じがしますね。お客さんとこう対面しながらそうやって花選んで楽しいですね。楽しいしね、お客さんがね喜んで帰ってもらえるっていうのがね、納得してね、いいですね。どんどんできて早いですね、意外と。早いです。1700円ですから、500円4枚出してもいいんですけどね、こういう使い方もできますよね。お釣りも出ませんしね、お店の方にも喜ばれるんじゃないかと思います。やっぱりお釣りはできるだけ出さないのがマナーですね。私ね、なんか足りないもんがあるんじゃないかなと思って考えてみましたらね、ありましたよ。ご覧ください。酒屋さん、お酒を忘れておりました。いらっしゃいます。はい、私ね、酒屋さんになると行動がキビキビするんですよね。早速もうこれ買っちゃいます。これお願いします。はい。こちらのお店ね、こうずらっと見るとお酒もたくさんあるんだけど、それ以外のものもたくさんある。いろんなとこからね、美味しいものを調節してね、取り寄せした。例えば宮崎から焼き鳥をね直接揃えたりとか、あと日本酒なんかにはね、この豆腐の味噌漬けって言ってね、東米なんですけど、これをちびちびやりながらね、この日本酒を飲むともうバッチシですね。酒飲みの心持ちをちゃんと知ってる酒屋さんだという感じがいたしますね。はい、そのかりんとうとね、日本酒と甘いもんね、合うんですよ。実はね、甘いもんと日本酒ってね合うんですよ、皆さん。そうなんですよ。おつなね、酒飲みはこういう飲み方するんです。私はね、おつな酒飲みですから、これもじゃあ4軒のお店を回り、たっぷりと買い物を楽しみました。でもまだ 7,000 円、あと 4,000 円も残ってるんですね。さてどうしましょうか、三之助さん。ここにね、まだ8枚 4,000 円分残っておりまして、さあこれをどうしようと思いまして、私こちらお寿司屋さんにやってまいりました。お寿司屋さんってのはね、こういう注文の仕方ができますよ。ねっきりはっきりこれっきりね。これでなんとか美味しいもの食べさせてください、おかみさん。はい、かしこまりました。お任せください。こちらもマイスター店に認定されている憩い寿司。個室もあるので、宴会はもちろん、小さいお子様のいるご家族連れでも安心です。お値段もお手頃。さらに、お寿司以外にも、産地直送の旬の魚や野菜を使った和食も楽しめます。いやー、美味しそうですね。大体お寿司屋さんに来ると、その魚の旬っていうのが分かるっていうのは、これは皆さんご存知だと思うんですけど、そういうなんですか、野菜や山菜、そういったものの旬もこのお寿司屋さんで楽しめるっていうのはいいですね。季節感が豊富になるというか、時期によって取れるものが違うっていうことが直に分かるので、とってもお客様に好評でございます。そうですか。今日は旗の台周辺でお買い物をいたしましたが、もちろん共通商品券は区内の至る所でご利用できます。また一部コンビニやタクシーでも使えるというから、これは便利ですね。共通商品券のお問い合わせは品川区商店街連合会まで。手軽で便利な商品券、お使い物としてもぜひご利用なされてはいかがでしょうか。いやー、ご覧ください。残りの商品券でこんなにたくさんの料理が出てきました。これから7月でございます。土用の丑の日がやってまいります。どうでしょう、このプレミアム商品券でうなぎを食べてみるというのはいかがでございましょうか。早速でございますが、当店で開いたうなぎでございます。ちょっとお試しを。お試しということは、これとは別ですね。皆さん別ですからね。じゃあ早速いただいてみます。いただきます。あったかいうちにどうぞ。あ、そうだ、次回のとっておきの品はどうぞお楽しみに。